男の人は兵隊に行っていないよ。女の人が代わりにせんべいかんだった。日本はひどかったのよ、根性が。強かったのよ。外人さんのように優しくなかったの。それでもうキビキビしちゃったの。恐ろしかったの。それでね、もう悲しい、もう心の中ではね、泣きよった。泣きよったけど、格好はね、シャンプーとか怒られる。一般の人は兵隊に行ってるでしょ。だからいないもんだから学生がこんなしてその後を働く人だ。三つ星は三つ星行こうって言うと男の仕事なんだ。火の水が流れてきてそれが乾いて鉄板になるんだ。でそれは何の材料かといえば大船と飛行機ですね。それを成功して三つ星行こうってとか作ったもんですから、だからこの男じゃないと女子の学生は兵器工場に行った。防空を飛行機が飛んでくるでしょ、ね、ブーッとね、アメリカの飛行機が飛んで爆弾をバタンバタンと落としてたでしょ。でそこの落ちるところが火事になるでしょ。火が燃えてね、この人は防空壕よ今でも、ちょっと埋めたけど、こっからこう入ってきよったの。戦争もうその道のところがね、全部防空壕だったのよ。穴のほげて横に入ってきた。山の下っていうか土地の下、ね、だからね、私たちが防空壕一つ落としてくださいとね、話の種になるから皆さんにお話ができるから防空壕所というか全部埋めてしまって道になった、うん、戦後道に、ね、戦争中はこうやった、あのね、B-29 がねブーン飛んでくさね、アメリカのね B-29 がわー空襲警報ってサイレンが鳴るの。ブーってね、で警戒警報ってかブーブーブーって警戒警報、それが済んだ次はねブー長くなるね。はよと逃げなさいっていう印ね。ちょっとね、もうどこに逃げようがないでしょう。山の下にあったからね、そこに横穴の防空壕があったからそこ行きよった。それとね、そこの階段を上がってくるでしょ。そこに下に溝があるのよ。あそこの中に入りよった。そしてね、ああ飛行機が来たよ。ほら B-29 が来たよ。つってね、できる。そしたらね、いよいよ、ね、ここの下の地下をね掘ってね、この床の下、この下をね。防空壕にしてたけどさ、爆弾落とされてしまうよね。全部ね、やられたらね。うん、まあ、他のとこ行ったらマシでしょ。危ないからね。だからね、やっぱね、戦時中空襲警報が鳴ったらね、怖かった。あ、飛行、あの、もう。学生が勉強しないでこんなして、ギターの代わりにしてたんですからね。そして私は勤労家だったので、私の顔朝から先生は出勤も取られないもんだから、私がずっと勤労家だったから出血も取れたんですけどね。顔知ってるでしょ。私はこっち側に座ってますけど、姉ちゃん水は姉ちゃん水がって言ってもメイクもんですからね。私も本当腰さえ立てばね、夜間に水を入れていっぱい飲ませたの本当に気がするんですけど、私も腰も立たないし、歯も全部なかった。ここになんか歯、なんていうんですか、タオルじゃなくて、なんか臓器のような口に血が溢れてて、歯がなくて全部。そしてここにガラスが刺さってね、2本ね、こう刺さってね。で、他の毒もどうかあったんですけど、腰が立たなかったですよね、まず。そして、私ももう、どうしようもなくて、もう、お友達もみんな、もう全部部屋探す。伊万里部長に、長田課長にね、岡沢係長に、36名死んでましたね。長崎の方から火事が。成功してた今、長崎新聞、浦上駅のところ、長崎新聞だね。あそこですよ。はい、あそこ、なんか長崎、あの、駅の方から火事が来たんですもんね。それが来て、窓からみんな割れてしまって、みんな潰れて死んでましたね。私はちょうどその時に部屋にいなくて、おトイレに行って、反対廊下を隔てて、おトイレが向こうにあったんですね。そこに行って、手を、おトイレに行って、手を洗いって、そこで食べてた。で、それで助かってます。そしたら、あの、外から入ってきた兵隊さんたちが、全部そういう人たちが外に出して、私そこに出てますよ。そこに、この担架に座ってますよ。助かってたんです。そしたら、みんなが私の顔を、食べ物がなかったの、うん、米の配給が決まってたの。
それをね、ドロドロにね、鍋で溶かしてみんなで分けて、ドロドロよ、米を炊いたらおかゆって言うでしょ、ドロドロになったのをこのくらいの茶碗にね、それをすすって食べよったの。そしてほら、お腹がすいたよね。普通お米でご飯を炊いて食べるでしょ、今はね。ドロドロに溶いて、もうおかゆさん、病人がね、おかゆさんを食べさせられるよね。普通のお米食べたらいかんから、ちゃんとしたの。そういうふうにね、もうね、もうドロドロを食べると米が少ししか入ってこないからね、食べられないでしょ。それでそんなやつだ。たくさん。そしたらね、初め怖かったさね、戦争の相手やってね。それで占領が来た。違うとさ、もうね、優しいのよ。お菓子も全部、いや、私たちも食べ物がなかったから、ってね、欲しいでしょ。お菓子を全部もらったんですよ。私もね、まだ若かったよね。サンキューって言ってもらった。若かったよね。で、何でも若いから、17、18、20歳ぐらいのね、何でも欲しい時でしょ、若い時。その子ね、外人抜くて怖かった、どうしようかって逃げようって思うね、感じはしたけど、違うのよ。逆どう、アメリカの人が優しい。優しい、ほんと。お菓子をいっぱい若い人にもやった。感謝いっぱいです、今考えたら。だからね、私たちの年代で結婚してない人はいっぱいいます。大学を出ても高校の研修をしてますけど、もうダメです。結婚したらダメです。変な子ができる、片輪が生まれるから、もう絶対結婚してる。あれを知ってるからね、うん、だからもらい手がないのよ。いくらいいところからね、ドクターとかお医者さんから食事をしていかんといかんでしょ、うん、自分のことは生活していかんで、生きるならばよ、死ねばもうすぐ終わりだ。生きるんだと食べていかんとか、絶対結婚できなかった。何か仕事を探して、そしたら三菱造船って言って、三菱長崎県三菱造船っていうのがありますね。造船が信用組合というのをまた別に作ったんですよ。というのは従業員のための利息がね、預金をずっと積んだって言って、給料から引いて積み立てていって、その満期になったら利息が高いんだよ。でそこができたので、私そこに。まあ相手も聞かないけども、相手も聞かないけど自分からも話したことはないです。そうですね、学校の前はいい生活してましたよ。戦争じゃなかったから、普通にね、普通の生活、まあ普通に食べて、大東は戦争が始まってからダメになった。贅沢はされない、日本はもうダメ。普通にこうね、なるほど。あのね、小さな器があって、人間の私たちの生活みたいなおもちゃをいろいろしてました。おもちゃがあったの、小さなおもちゃがあったから、茶碗とか、茶碗とかおかずとか、親がするのを真似してしよった。小さなので遊んでました。大人が子供を真似しよった。で親のを見ててね、ああこんなするんだなっていうことで、そう、あのね、おもちゃがあったのよ。こんな湯飲み茶碗でも何でもね、遊ぶのに。それから、あ、まあ、まあ絵本も読み寄ったですけど、そ積み重ねていろいろ遊び物があったね、うん、あまり裕福じゃないですよ。裕福じゃなくて贅沢な生活は、うん、昔はね、ひどかったからね、日本はね。もう嫁に行くって言ったら、料理からお花から洋裁から和裁からしなくちゃ、お嫁さんにいいところのお嫁さんにもらえていなかったのね。だからまあ職業婦人っていうのはいなかったわけ。女の人が働くっていうことはなかったのよ。だからね、でも今も世の中変わってきたからね、お茶を好きな人はお茶を飲むでしょ、花を好きな人は、私は花を飲む、あの愛を持ってますよ、看板も。私たちの小さい頃とあんまり変わりないでしょうね、性格もね、うん、まあ少しはね、世の中が贅沢になってきたでしょ、日本もね。私たちの小さい時は貧しかったですよ、食べ物すら贅沢に食べられないしね。それも今はほら物が豊富だからね、
だから豊富だから、割と贅沢って言うて、私たちから言えば贅沢になるかもしれないけど、豊かでしょ。私たちの小さい時はもう貧しかったもんね。私の考えとしてはね、アメリカに日本が負けてよかったのよ、食べ物も贅沢になったし、全てその、いろいろのとね、長さ、肉食を食べるようになった、貧困の差が強かったの。もうだんだん原爆遠くなってしまってるのね。だからそのことも話すってわざわざ、あんた被爆したのかとか、そんな強くは出ないですね。この前専用館でありましたでしょ。そうです。だから私たちの年代は原爆でひどい目にあったんですよということを皆さんに教えたいために、この前原爆展をずっとしたんです。今度31日から広島の方でいたします。長崎をもう終わったので、ね、今度は広島でします。だから皆さんに、みんなの方に、今の人は原爆ということを知らないから、みんなの方に教えようと思って、ああいうふうな西洋館で1年に1回は必ずするんです。今の学校の先生、40代50代の戦後生まれた人だから、原爆の下の字も知りません。私たちが話してもわからないです。全て全部知らない、はい、もうね、私が考えることはいかに平和が大事であるか、ね、戦争はダメです。でね、アメリカ人の人がね、日本人より優しいです。だからこの前西洋館でした時も、絶対平和が大事ということをパネラーが全部あったでしょ、ね、だからもういかに戦争が、もう戦争は私たちをダメにしてしまった、うん、だから平和がいかに大事かっていうことを、私大好きです。子供がこの前西洋館に来たんですよ、中学生が。その時にも私に話してくれという学校の先生がおっしゃったので、みんないっぱい何人か分けて話した、184名来ました、学校中学生が。その時にもいかに平和が大事であるかということを盛んに子どもたちにお話をしました。皆さん、その原爆が、広島長崎の原爆が怖いということをもうびっくりしてました。お話ではおばあさんとかおじいさんに聞いてたけど、この絵を見てびっくりしたということを言ってました。だから私たちがいかに平和が大事であるか、いかに平和が大事であるかということをみんなに、子どもたちに話しました。もちろんですよね、戦争は絶対ダメですよということを。もちろんですよね、戦争するもんじゃない。母の思い出、ここに来てね、いわゆるこの般若心経をよく挙げてました。だからそれが思い出になって、この扇子が一番私にとっては親を抱いてるねっていう感じ、はい、ここに来てもこの、だからこれを持ってきたのよ、あなたにもあげたの。意味は先祖を大事にする、ご先祖さんを大事にしていこうという意味なんです。だからこの扇子は私はずっと持ってます。母親に親孝行はしてないから、親孝行をしたいと思ってこれをずっと持ってます。だからあなたにあげたの、ここのお寺に来るから。あの扇子というのは親戚ということ、親戚、前の親戚、母、それから父、兄弟、ここに来るときにはお賽銭箱というのがあるんですよ。そこにお金をちゃんと入れるわけ。そして自分の思いを、健康であるということとか、いろいろお願いをするんです。いろいろ昔の先祖さん、親とか母親のことを思い出します。ここに来たら、意味は先祖を大事にする、ご先祖さんを大事にしていこうという意味なんです。そして手をこの仏体さんに、南無大師遍照金剛をね、3つ3願あげて、そして帰ります。
南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師、自分の健康を守ってもらおうと思って一生懸命お願いしてます。新行漢字財宝作業師範にあはらみたい超健康空海空道一切空役さりし意識不意く空不意識式即税区空即税式重創業式役務のでさりしで消防空祖不調不滅不空不上不増不減絶好空中無式無重創業式無限に微絶心に無式症候民速報無限界なし無意識皆無無明役無無明人なし無老死薬務老師事務空襲滅を向き薬務特異無所特攻防大殺隊へはにゃはらみたこし無下下無下下こ無空腹オンリー一切天道無双空行年半三千小仏へはにゃはらみたこ徳はノクタラ三脈三宝大高知へはにゃはらみた税大人衆税大名衆税無常